なんと今日サーフィンできます。日本で一番高い滝ですね。三重11軒目焼肉丼。ここがカーステイの村マリーナ、マリーナの中にございます。はい、こんなね、湾の中ですね。おはようございます。わー、お、青信号来た。おはよう。そこの顔テカテカな人。油ぎし、オイリッシュ。起きますよ。今日は串本行くよ。はい、起きましょうか。みんな、起きるんだ。最高に気持ちいい朝だ。どのぐらい気持ちいいかっていうと、このぐらいだ。やっほー。太平洋。目が覚めたら、目の前が海。今夜の寝床はこんな感じでした。さあ今日も旅を続けましょう。すっげえかっこいい、これ。めっちゃかっこいい。憧れる。何これ、すごい。浮かしてる。今日も出発するぞ。元気がない青い、もう一回、今日も出発するぞ。あー、ちっちゃい。あー、 Here we go。 紀伊半島の木に伊勢の瀬と書いて紀勢道、紀勢道に乗りました。妻、はい、今走っているのが紀伊道。先ほどトンネルばっかでつまんねえなって私文句言いました。よく考えてみたら、こんなさ山奥を抜けてさ、すごいショートカットして紀伊半島の真ん中まで人を送り込むためのインフラを作ってくれているわけよ。しかも驚かないでください、奥様、全部無料。ドン、ほんとね。てってれー。それではただいまからこちらの電話番号にお電話ください。そういうわけだからさ、僕たちね、半島が大好き。今回能登半島と紀伊半島両方一周するんだよ。ダブル半島を半島。おふー、活かしてるね、このネーミング。天然パーマおすすめ、伊勢道を使って紀伊半島の一番南を取ったんで串本方面まで行けます。すごく便利なので、紀伊道紹介でした。すさみまでやってまいりました。来たー、やっほー。あ、串本へ向かいますね。みんな朝早いよね。一案で俺らが起きてるんだよ、本当は。さあ、串本に入りました。あと少し。ここに来るためになんと日本海側の福井県からね来ました。すべては串本のエメラルドビーチのためです。すごい、この景色。すごい、うわー、海みたい。うわー、すごい、きれい。しばし紀伊の海岸線をお楽しみください。うわー、最高のドライブ日和。最高のドライブ日和。すっごいキラキラしてる。串本やってきました。漁港の町でもあるし、ダイビングのスポットでもあります。さあ3年前のあのビーチへ行きたいと思います。ちゃんと入れるのでしょうか、心配です。串本のボーポイント到着。なんと今日サーフィンできます。やばいやばい、急いで準備して海に入りたいと思います。チェケラー、やばいでしょこの景色。やっほー。
さて、本日のランチはオンザビーチスタイルとなっております。母ちゃんが早速サラダを作ってくれましたので、あー落ちてしまった。サラダメインディッシュはカップラーメンでございます。私、海で食べるカップヌードルはもうカレー味のみと小学生の時から決めておりますので。信じられますか、貸し切り。日頃の行いがいいと、この美しいビーチを貸し切れ。天然パーマのデラックスなランチタイムは、だいたいお湯を入れると完成するというシンプルな、それでいてすごく美味しいランチタイム、ランチタイム。もう蜜とかいう言葉がナンセンスに感じてくるぐらい誰もいません。このビーチ貸し切りです。うまい、辛い。下元ビーチありがとうございました。また来るよ。出発します。忘れ物ないね。
串本ビーチありがとう、今年もありがとう。最高に楽しいビーチでした。またまた旅を再開しましょう。 Thank you 串本、バイ。さあ、神様の宿る山、那智大社ですね。やってまいりました。那智の滝に向かいます。もう正面に今見えてます。高低差、落差、日本一の滝、那智の滝。そしてさらに、パワースポットでも有名なとこです。やっぱね、あれだけ高いところから水が落ちるんだからね、その時に大地のパワーをさ、ブワーって出してくれるんだよ。ここから広尾神社、那智の滝の滝壺に向かっていきましょう。上から見た。到着しました。那智の滝です。私はここに来るのが35年ぶりぐらい、日本で一番高い滝ですね。落差日本一。熊野神社、世界遺産です。世界遺産なんだ。熊野那智大社です。今日は滝だけでいいかな。結構上にあるから。行きはよいよい、帰りは上りか。よーし、それでは那智熊野大社は4時半までです、観光は。なので皆さん気をつけてください。4時半になってしまったので、今回はね、正面に見える那智の滝だけを参拝できて、そして日本でも有数のパワースポット、パワーもらってきたぜ、みんな。なんと今回の旅10軒目入ったー。もう一回おさらい。山梨、長野、岐阜、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、和歌山、10軒目。今日でちょうどまるっと1週間です。1週間で11軒回る旅をしております。残るところあと3日。さて、今日の夜ご飯は伊勢に来ました。ライオンです。行ってみましょう。今回もナイスなお店をチョイスだね。ノンアルだけど乾杯。お疲れちゃん、お疲れちゃん。そしてまずは土手におつまもう。青い焼肉丼、小鳥焼肉丼。いただきます。はい、どうぞ。父ちゃんのは焼肉丼 with 納豆。納豆大好き。いやー、ライオンの名物焼肉丼、いただきます。いただきます。なんか新鮮、焼肉納豆完食。美味しかった、みんな。ごちそうさまでした。美味しかったね、小鳥さん。うん、めっちゃ良かった。あなた、お腹いっぱいになった？うん。オーライ。あんなの作れたらの。今度お願いしてみましょうか。はい、オーライ。さあ、今日のカーステイはですね、オヨのホテルです。違います。
オヨホテルを通り過ぎて、この先にあるマリーナですね。名前は野村マリーナというところです。ここです。非常に入り口が狭いです。ハイエースワイド超ギリです。ハイエースワイドよりでかい車の人はご利用になれません。で、これだ。ここです。はい、見てください。No. さて、ちょっと分かりにくいと思いますが、ここがカーステイの村マリーナ。夜はね、こんな雰囲気悪くないです。カーステイ、さあ、今回のカーステイ、こういう場所ですね。野村マリーナ、マリーナの中にございます。ロケーションとしては僕の中ではかなりお気に入りです。さて、後ろにですね、まず自由に使える水道はこちらです。それからゴミ箱、このようにゴミ箱用意されてますので、きちんと分別して捨ててください。そしてトイレ、トイレこちらになっております。覗いてみましょう。ウォシュレット付きのトイレ、まあ中は綺麗で使いやすいです。悪くないです。これね、ちょっと問題点があって、多分カーステイするポイントはこの船の真ん前なんじゃないかなって思うんですけども、ご覧の通りですね、ものすごい傾斜がついてしまっているので、車を水平に止めることができないんですね。ここがちょっと一つ問題点かなという感じはしますが、まあ僕的にはこのロケーションですね、やはり目が覚めてすぐマリーナの目の前っていうのはね、すごい激レアで気に入ってます。船が到着したみたいです。おはようございます。一応ね、2階にデッキなんかがあるので行ってみましょうか。なかなかクラシックな作りのマリーナです。こんな感じです。やってきました。デッキはこのようになっております。踏み抜かないように気をつけながら、はい、こんなね、湾の中ですね、たくさんの船が止まっています。そして私たちはここのスペースを使わせていただいてます。これカーステイ史上なかなか激レアなスポットなんじゃないでしょうかね。キャプテン、見渡しがいいですね。野村マリーナ天然パーマ、激おすすめカーステイスポット。なんと危なっかしい包丁使いなんでしょうか。見ててドキドキしますが、ここは頑張ってやってもらいましょう。ああ、なるほど。2種類のチキンを入れるんですね。はい。完成しました。今朝の朝ごはん、母ちゃんがご飯を作ってくれました。今日はコンビニパンではありません。はい、いただきます。なかなかいいスポットでした。うん、うん、私たちも車中泊歴20年マリーナの中に泊まったのは初めてです。悪くない。それでは野村マリーナ発生スポットを出発します。さあ、じゃあ次向かう場所はいちご浜というビーチです。さあ行きましょう。Dude, that father is 10 and permed!